コウノトリ3号機は3番目の宇宙ステーション補給機。国際宇宙ステーションへの補給物資を搭載し、2012年7月21日に HIIB ロケット3号機によって打ち上げられた。日本の宇宙ステーション補給機の3号機であり、シリーズの同型機である。コウノトリ2号機に続く2機目の海王機、初号機以降、 主要機器の国産化が進められたことによりこの3号機で HTV の開発は完了し、4号機以降は運用機として量産が行われている。コウノトリ2号機からの主な変更点は以下のようなものであった。コウノトリ3号機は補給キャリアの弱粒に約3.5トン、非弱粒に約1.1トンの物資を搭載していた。弱粒の物資は 大予想宇宙システムコンポーネントが57%、食料が14%、化学実験材料が22%、クルー用物資7%、水レーパーセントであった。この中には多目的実験ラックが搭載されていた。費用あつぶには、ポート共有実験装置と NASA の衛星間、通信実験装置が搭載されている。ポート共有実験装置は、 以下に挙げる比較的小型ない筒のミッションを一つの実験装置に混載し、ポートを共有して実験、観測を行う実験装置である。コウノトリ3号機を乗せた HIIB の打ち上げハーモニーの地上ガーポートに係留。2012年7月27日コウノトリ3号機は HIIB で種子島宇宙センターの吉野部社店。 第二射点から2012年7月21日26分18秒に打ち上げられた。ロケットは順調に打ち上げられ、太平洋上を南東に向かって飛行し、2分後、計画通りに4機の個体ロケットブースターが2機ずつのペアで分離された。飛行開始3分41秒後、HIIB はペイロードフェアリングを分離、さらにその約2分後1段目を切り離し、 第2弾に点火後、HIIB はコウノトリ3号機を予定される初期軌道に投入し、約14分53秒後に分離が確認された。コウノトリ3号は成功裏に分離され、2弾目は制御落下実験を行うために再点火された。2弾目は間もなく南太平洋に落下した。飛行中に問題は発生しなかった。HIIB の打ち上げ時。 天気は雨であり、風速はおおよそ2.3メートル毎秒の、西北西の風で、温度は27.1度であった。3号機の近接飛行2012年10月4日に、希望から放出されたに、我が衛星、海マイナス1、テドサット軌道上で、コウノトリ3号は1週間をかけて、位置調整を行い、その軌道は徐々に、ISS に近づくよう調整された。 コウノトリ3号機は2号機と違い、エンジンが、米エアロジェット製、エンジン2機から、新型国産推進エンジン4機に取り替えられて、おりこれで、ランデブー燃焼を行った。同じ期間、コウノトリ3号機は、ISS と正確に並列飛行するための一連の、ドッキング前テストが行われた。恥と経流作業は2012年7月27日に行われた。 通信可能範囲に到達後、コウノトリ3号機は ISS の希望に設置されている近接オペレーションシステムの利用を始めた。一度コウノトリ3号機が30フィートの距離に近づきそれを維持し、その後ヒューストンのミッションコントロールが乗組員に ISS のロボットアームで恥を行うための号を指令した。 この指令はコウノトリ2号機の恥を行った宇宙船更新担当者のキャスリン・コールマンにラジオアップされた。コウノトリ3号機は自由飛行しており、NASA のジョセフ・アカバがロボットアームを使って12時23分にアームを組み合わせる装置にロックオンした。日本の宇宙飛行士で第32時、第33時長期滞在のフライトエンジニアの星で秋彦がその後3号機を恥し、 低白操作を行い、宇宙機をハーモニーのナディアポートに接続した。これは、日本の宇宙飛行士が、日本の宇宙機を外して ISS への接続する、初の例となった。14時24分に共通結合機構の16本の自動ボルトが、徐々に差し込まれ、14時34分に、コウノトリ3号機の ISS への取り付けが完了した。 第32次長期滞在の乗組員は2012年7月28日の17時23分に、コウノトリ3号機のハッチを開け、コウノトリ3号機の弱部から ISS に物資を積み替え始めた。8月6日に曝露パレットのポート共有装置とスキャン、テストベドは費用圧補給キャリアから ISS のロボットアームで取り出され、希望の船外実験プラットフォームに移動された。これらが、 パレットから移動され、ISS の所定の場所に設置された後、8月10日に、ク露パレットは、コウノトリの中に戻された。コウノトリ3号機は、当初9月6日に、ISS から離脱することが計画されたが、ISS の活動のスケジュールが合わなかったために、延期されることとなった。離脱前の準備中に、リーバーと、アイボール再突入データ記録機は、 インストールアクティブ化され、ハッチは9月11日に閉められた。コウノトリ3号機は9月11日11時50分に、経流が解除され、9月12日15時50分に、ロボットアームの端開放を開始した。ISS からの放出数分後、コウノトリ3号機は、アボートシークエンスに入り、計画されていた徐々に、高度を下げる軌道の代わりに、ISS の軌道の前へ素早く離れた。 スプスフライトのはこれは、イン、アウトコンピューターにの失敗が引き金となったと報告している。NASA の ISS オン、オービットステータスは計画していない動作について言及していない。プレスによると、フライトディレクターの内山隆氏は、カナダアームから放出された後の意図しない運動で、自動制御の回避システムが活性化したとしており、コウノトリが安全な範囲を超えて ISS に、 接近する可能性が生じたためと考えられる。この鳥は計画とは異なる経路で ISS から離れたが、その後4回のマヌーバで所定の軌道に復帰し、9月14日5時27分に、ほぼ予定通りに大気圏に再突入、分解した。この再突入時の映像などの各種データは、再突入データ収集装置のアイボールトリーバーに記録され、正常に回収された。 コウノトリ3号機に搭載されて打ち上げられ、ISS に搬入されていた、キューブサット5機は、10月4日に、星出明彦宇宙飛行士が操作する、希望ロボットアームにより2回に分けて、軌道上に放出された。ABC 宇宙ステーション補給機、コウノトリ3号機ミッションプレスキット。2018年9月26日閲覧。宇宙ステーション補給機。 コーノトリス3号機の準備状況について、搭載品、宇宙ステーション補給機宇宙ステーション、希望広報、情報センター。JAXA、2012年9月3日へ覧。JAXA ポート共有実験装置アーカイブド2012年10月8日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、レックス・ジェイ・ハット・ウィリアム・ハー・ウッド、ジャパン・サクセス・フリー・ローンチズ・イッツ・フレイター、ツースペース・ステーション。 スプスフライトナウ2012年7月22日閲覧 JAXA H-IIB ロケット3号機による宇宙ステーション補給機コウノトリ3号機の打ち上げ結果について JAXA2012 年7月22日閲覧 JAXA H-IIB ロケット3号機第2弾制御落下実験の結果について JAXA2012 年7月22日閲覧クリスバーゲン Japanese HIIV Launches HTV-32 The International Space Station.NASASPACEFLIGHT.com 2012年7月22日閲覧。p e e ハ Harding HTV-3 Arrives 2 Makerage Delivery of s u p p l i e and Research Cargo 2 ISS.NASASPACEFLIGHT.com 2012年7月28日へ閲覧。トランスファーオブコーノトリ 3S エクスポズドパレットハズビガン。ジャクサ2012年8月11日へ閲覧。エクスポズドパレットリインスタウルドイントゥーザアンプレッシャーイズドロジスティクスキャリア。ジャクサ2012年8月11日へ閲覧。ISS オンオービットステータス0級1 1 1 2 NASA 2012年9月15日閲覧。コーノトリサンアンバーストフロムザ ISS。エス。JAXA 2012年9月15日閲覧。コーノトリサンリーブスザ ISS。エス。JAXA 2012年9月15日閲覧。ジャパニーズリーセプライクラフト、オントラックフォーリー、エントリーアフターステーションデパーチャー。2012年9月15日閲覧。ISS オン。 オービットステータス 09-12-12NASA 2012年9月15日閲覧公明柴田ナン、no. バーワン608コウノトリ3号機ミッション完了後記者会見2012年9月19日閲覧宇宙ステーション補給機コウノトリ3号機の分離再突入結果について宇宙航空研究開発機構2012年12月23日閲覧 コウノトリ三号機に搭載した再突入データ収集装置のデータ取得について、jaxa、二千十二年九月十五日閲覧、ジョン・ラブ、リード・インクリメント・サイエンティス、ハイライト・フォー・ウィーク・オブ・セプテンバー、十、二千十二、s a 二千十二年九月二十三日閲覧。ありがとうございます。